はい、じゃあよろしくお願いします。え今回は小学校3年生の算数、2つの棒グラフについてやっていきましょう。で、ちなみに前回の動画のね、最後でも話したんですが、この内容を撮影している、現、今出てね、撮影しているこの段階では、載っている教科書と載ってない教科書があるらしいです。はい。 だけど、一応私が参考にしている教科書は載っているので、そっちに合わせて撮っています。まあね、教科書載ってないから見なくていいやっていう方はもちろんそれでも構わないんですが、あの、勉強にはなるかと思いますので、よかったらお付き合いください。で、今回はこんな感じでちょっと変わった棒グラフ、二つの棒グラフね、をやっていきます。で、問題は2問だけなので、ぜひね、できそうなくは動画を止めてやってみてください。まあ、見たことない方も多いかと思うので、なんだこれって思う方はね、今から説明聞いてもらえたらと思います。 では、やっていきましょう。で、これ何かっていうと、今回ね、とあるお店です。で、6月と7月に売れたチョコとケーキの数を調べたんです。まあ、こう単位とか書いてないけどね、調べたと。で、あのグラフ。これは2つの棒グラフを縦に並べてます。イのグラフは2つの棒グラフを横に並べてます。ちなみにこれは同じことを書いてます。いい同じこと。 同じことを書いてるんだけど、縦に並べたバージョンと横に並べたバージョンがあると。で、その時に、ぜひみな、みんなにね、今回、えっと、考えてほしいことは、それぞれの縦に並べた棒グラフと横に並べた棒グラフ、これがどういったことがわかるかなっていうのを考えてほしい。もちろんそれが問題にもなってるんだけど、縦に並べると何がいいのかなって、横に並べると何がわかりやすいのかなっていうのを考えてほしいのね。で、もちろんそれは先に話していっちゃうんだけど、今、 青は6月です。いいで、赤が7月になってます。まず、上から行こうかな。あ、下の方が分かりやすいか。下で行きます。で、これ左側チョコです。右がケーキなんですが、まずパッと見て、みんな、ここね、チョコ見て。どっちが売れてるこれ。6月と7月。これすぐ分かるよね。 青のがだって頭が飛び抜けてるってことは、これを見た瞬間に、チョコは6月のが売れてるんだなーってことがわかります。ちょっと色塗っちゃおうか。多い方にね、こっち。頭出てるもんね。で、ケーキはどうかって考えると、ケーキ7月めちゃめちゃ売れてるよね。だからこっちのが頭が飛び抜けてるので、どっちが売れてるかなっていうのは、横にしておくとわかりやすいんだよね。 いいかなで、これがまず1個。じゃあ、こっち見たときね。まあ、わかるはわかるんだけど、どっちのが売れてるっていうのは、こっちはわかりやすいな。あとは長いから。ケーキの方が。でも、こっちはさ、ちょっと差が微妙なので、一瞬、あ、どっちだろうってなる。もちろん飾ればわかるんだよ。だから、どっちの方が売れてるのかなっていうのは、横に並べることによって、すごくわかりやすくなるんだってことがあります。まずこれ1個特徴ね。横に並べるいいところです。 じゃあ、なんで縦に並べると何がいいのかなってなった時に、これ何かわかりますあのグラフ。縦に並べると、これがわかるなって。それは、チョコとケーキを合わせてるんだよね。縦に並べてるってことは合わせてます。そうすると、ケーキの方が、6月と7月を合わせた時の頭、これちょっと丸囲っちゃうけど、頭が飛び抜けてます。ってことは、何を表してるのかっていうと、ちょっと引いちゃうね。 えーとケーキの方が6月と7月を足した6足す7月って書いてあるときね6足す7月をしたときにこっち売れてるんだよね売れてると縦に並べてこっちの方が七月がケーキの方が頭が飛び抜けたってことは6月と7月を足したときには分かりやすいとでもそれここだとさ ま、これもね、数えれば分かるんだよ。もちろん、数えれば分かるんだけど、パッと見は分かんないよね。このイのグラフを見て、6月と7月、2つね、2ヶ月間足した時に、チョコとケーキ、どっちが売れてるでしょうかって言われたら、どっちだろうってならない。それが分かりやすいのがアなんです。縦に並べるとね。じゃあそれを話をここまで聞いてくれたみんなね。じゃあ問題やっていきましょう。行くよ。6月と7月で、どちらの方が チョコがよく売れたか。いチョコが6月と7月でどっちの方が売れてますかっていうのはどこを見ればいいでしょうまあ、チョコの話だから、まずチョコを見るよね。こっち。こっちかこっちだね。さあ、6月と7月どっちが売れてるかなって見ると、それはこっちだよね。もちろんこっちでも数えればわかるんだけど、パッと見た時には、だって6月の方が頭出てるんだもん。だから、よいしょ。 6月と7月でどっちの方がチョコよく売れたのかなっていうのはこうやって横に並べることによってわかりやすくなります。さあ、もう一個。6月と7月を合わせてよく売れたのはチョコとケーキどっちですかさっきやったね。どっちの方が合わせると売れてるかっていうとケーキの方が売れてます。それは縦に並べることによってわかりやすくなったから2番の答えはアのグラフを見たらわかりやすいよっていう。 これが横に並べたり縦に並べたりすると分かりやすくなります。実際みんながこういったグラフを見るのは、まあ、もちろん勉強していったらいっぱい使ってくる。見ることはあるんだけど、みんながお仕事するようになってからかな。うん、会社でね、いろんなこう話をしたりとかデータをまとめたりするときにはすごく出てきます。見てわかる。それぞれの特徴があるからね。 だから今回みんなはチョコとケーキの話をさせてもらったんだけど、横に並べると、あ、これがわかりやすいんだって。縦に並べると、こういったことがわかりやすいんだぐらい、全然それで構わないので、その特徴をぜひ覚えてもらえたら嬉しいです。はい、ということで今回はね、二つの棒グラフについてやらせていただきました。ちなみに、棒グラフとかの話はここまでです。次回からは、キロメートル。 そうです長い長さのね単位が出てきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またね。バイバイ。